西陣織の袋帯西人織で作られた、糸人形西人織会館入り口西人織会館、由緒の石碑西人織とは、京都の先染め織物をまとめた呼び名である。錦、ドンス、七、かすり、紬などの多彩な糸を用いた先染めによる高級絹、織物。西陣とは、王人の乱の時に西軍が本陣を置いたことにちなむ、京都の地名。 行政区域は特別にはないが、この織物に携わる業者がいる地区は、京都市街の北西部、おおよそ、上京区と北区の南は、今出川通、北は、北尾寺通、東は、堀川通、西は千本通に囲まれたあたりに多い。王仁の乱を機に大きく発展したが、王仁の乱より、昔の五世紀末からこの伝統が伝えられている。また、 西陣及び、西陣織は、西陣食工業組合の登録商標。西陣織は、昭和51年2月26日に、国の伝統工芸品に指定された。西陣織の期限は5から6世紀にかけて、豪族の果たしが行っていた予算と織物とされている。西陣織としての織物生産の基盤が、出来上がったのは、応仁の乱の後である。 戦火を逃れて避難していた職人たちは、王人の乱打を割ると、両軍の本陣の跡地である、当人、西陣に帰還し諸国で習い覚えた、民などの新技術も加えて軽織物を再興した。西陣で、織物生産を営んでいたしゆかりのあや、織物職人集団を、大と練り座と言い,い、当人の、白雲村の練り抜き職人集団が、 綾織物にも進出しようとしたために訴訟となり、1513年の下地によって、京都での綾織物の生産を独占。1548年に、オートネリザの職人のうち31人が、足利家の館となり、西陣ブランドが確立された。白雲村の集団は17世紀前半まで存続したが、西陣に吸収されていった。 西人の織物は支配者層や浮遊な町人の圧倒的な支持を受け、18世紀初頭の元禄、教法年間に最盛期を迎えたが、西人一体がほぼ焼き尽くされた、教法15年の大化、西人焼けにより、職人が離散したこともあって大きく衰退した。1872年には、不正助言者、レオンジュリーの仲介により、京都府は、フランスのリオンに、 職人の井上伊兵衛と桜城七と吉田中七を派遣してジャカード食器を導入。3年後には荒木翔平が国産のジャカードを誕生させた。その結果、空印機ではできなかった幾多の織物を生み出し、量産を可能にした。現在も日西人は日本の織物の最高峰を占めている。メカ式ジャカードが電子化されるのは世界的潮流であるが、 西人では一風変わった発展をした。それはメカ式ジャカードのデータ読み取り部のみを電子化する、いわゆるダイレクトジャカードである。ダイレクトジャカードは西人から日本全国に広まった。海外では電子ジャカードが普及する中、ダイレクトジャカードはほぼ日本のみで使用されている。西人織の品種は極めて多種である。このうち綴り、胸筋、抜き金 ドンス、シチン、ジョウハフー風通、絡み折り、本、絞り、ビロード、かすり折り、紬の12品目の折り技法が伝統工芸品の指定を受けている。京都芸品館、藤の間壁面装飾、霊下は、すずれ折りの断通折織ることに決まった図案を、方眼紙に写し取り配色を決めて、文衣装図を作る。使用する糸を選び終わったら、文衣装図をコンピューターに入力。 かつては、人間が厚紙に、糸の位置を指定する穴を開けていた。必要な糸を揃えたら、成形といって、縦糸を食器にかけるために整え、横糸を通す火が通るための、走行の準備をする。生殖食器で織物を織る。爪め、本綴れ織は、ジャガード食器を使用せず、西陣織で、最も歴史のある綴り器を使用して織る。文様は、 必要な部分の縦糸を火ですくい横糸を爪で、かき寄せて織り上げる爪層という技法を用いる。爪、層本つづれ織は、角が高く、角長高い吉祥模様の帯は一重大庫で、冷蔵に着用できる。爪つづり、本つづりとも呼ばれる。この技のため爪、層本つづれ織の職人は爪をヤスリで刻み目をつけている。 手間はかかるが非常に繊細な模様を織ることができ、は、釣り目と呼ばれる隙間ができること、表裏が同じ文様になるのが特徴である。ジャガード食器を使用する、手織づれ、つづれとは異なるつづれ織りである。西陣詰め、双本つづれ織りは、経済産業大臣指定伝統的工芸品。着物の装いの早覚え法として、染めの着物に織りの帯、織りの着物に、 染めの帯という言葉がある。染めの着物は友禅など生地を織り上げてから染める後、染めの着物を指し、織りの帯は日詩人で多く織られる。高級な先染めの帯を意味する。続く織りの着物は、お飯、紬など、ややカジュアルな場面で着る先染めのおしゃれ着を指すが、これも日詩人で多く織られる。染めの帯は、友禅などの染め模様の帯を指す。 もっとも、宮中の装束や脳衣装などに染めは、ほとんどなく、ほぼすべてが織りなので、一概に、織りの着物が、趣味着であるとは言えない。十四代将軍、徳川家持は、京都行きが決まると、妻和宮に、故郷の土産は何が良いかと尋ねたところ、和宮は、生まれ故郷である京都の名産である西陣織りを、値だった。しかし家持は、大阪城で亡くなり、 和宮には、片身となった、高価な西陣織が届き悲しみつつ、歌を詠んだ。うつせみの空織頃も何かせむヤも二色も君、ありてこそ、警察の機動隊出動服に縫い付けられている、朝日昭和ペンは、西陣織でできている。地元京都市をコースとする全国、都道府県対抗女子駅伝では、各都道府県チームが使用するタスキとゴールテープが、 第22回大会から西人式制となっており、レース後にはタスキが参加賞として各都道府県にゴールテープが副賞として優勝チームにそれぞれ送られている。ありがとうございます。